さて、会いに行くならてめえぐらい持っていかないとね。酒か？酒を買っていこう。いっぱい買うから半分持ってね。はあ、まあ、酒だよな。あ、ホームレスといえば酒みたいな、この龍が如くでイメージついちゃったな。この二人やっぱ並んでんのおもろいな。あ、ということで、チスチス、続きやっていきます。俺です。いらっしゃいませ。ありったけちょうだいとか言っても買えそうだもんな、キムだったら。お酒もらえます？これで帰るだけお願いします。1万円分のお酒を買いました。ありがとうございました。いや、これ店員やだよ、これめんどくせえってなるよ、これ店員からすれば。足りないかもしれない。ダンボールとかでね、ケースで買えばね、まあ楽だろうけどさ。飲むかな、私たち。じゃあホームレスの仲間探そうか。ヒルズができちゃったからな。いるとしたら、まあ、ホテル街の方かな。まあ、でっかいビル建っちゃったからね。さすがにその近くには行けないか。いたな。街はめっちゃ綺麗になってるけど、やっぱいるな。どうもー。おー、旦那じゃねえか。こっちもらったのかい？ご無沙汰してます。はい、これ差し入れ。大量の酒を渡した。いつも悪いな。今日は冷えるからありがてえや。あとで、みんなで酒盛りだ。でさ、ちょっと調べてほしいことがあるんだけど、魔王インクって会社ね、があってさ、その社長の居所を知りたいんだ。はい、名前だな。まあいいや。知ってる奴いるか聞いてみるよ。頼みます。最後ね。電話すると今日の10円ね。100円、せめて100円渡してあげてくんない？いいとこで切れるかもしれない。公衆電話とかでもあんの？あるわ。セーブしてるわ。これ大丈夫なんですか？多分ね。俺らの情報も馬鹿にできないよ。あ、彼らの情報も馬鹿にできないよ。さあ、連絡があるまでブラブラしよっか。え？何すんの？ブラブラって。お、早速来たかな？もう見つかった？もしもし？あ、今日の旦那か。俺だよ、俺。誰だよ。サーフィンみたいになってるよ。誰か分かった？おー、私服通りの、え、なにこれ、メイビーって案内所あるだろう。あれ、隣のビルの一番上だと。さすが、よく見つけたな。上等な残飯が出るんで有名なのよ、あそこ。なるほどね、そういう情報ね。あそこはマジいつもいい肉残るわ、みたいな。どうも助かったよ。うんにゃ、じゃあまたにゃー。もう1万円でこんな情報できて、手に入ったら安いもんだよな。はあ、すごいもんですね。シーフ通りだってさ。さあ行こうか。めっちゃ見てるやつよね。なんやあいつ、めっちゃ見てきよるやん。何度ヤクザだ。ここかな。また怪しいやつ来た。眉毛なくない？全員揃ってある。どちら様で？んなことはどうでもいいよ。ここでうろうろすんな。さっさといねや。逆効果だよ。ここで間違いないみたいだ。会いに来たけど引く気はない。通してもらうよ。なら覚悟はできとんやろな。おお、やったろや。まあ、やられる方なんだけどさ、なんかかわいそうだな、いつも。生きってくる割には全員やられるんだよな。片付いた。クソが。たく、こんなところで暴れたら気づく。なんだクソが。その一言もいらんわ。たく、こんなところで暴れたから気づかれたかもな。急ごう。よし。ドイツなんだ。魔王インクの社長は。大見連合関連。あ、欲を出すから。お金置いて逃げてたら、よかったのに。ちょっと待った。どうせ金庫なんか開けれないんだからさ。ちゃー、やっちゃったね。あんたに会うため、わざわざこうしてきたんだ。そんな急いで逃げようとしなくてもいいんじゃないの？俺は何も知らない。本当か？知らない奴の行動じゃないだろう。魔王社長。本当だ。魔王社長いいな。おかしいな。まだ何も聞いてないのに、なんか隠してるの？あんた。違うんだよ。俺はかっちゃんに頼まれただけなんだ。大阪芸能だね。多分ここに金貸しの社長が来るはずだから、そしたら軽く追い払ってくれって。お前が追い払われそうになってんじゃん。かっちゃんって勝也のことか？そうだ、大阪芸能の社長の勝也だ。まあ、ちょっとなんか強気になってん、名前出したから。どうして勝也が俺がここに来ると？さあ、よくわかんねえよ。ただ、そいつは
あさってのコンサートを開かせに来るはずだから、おう、そうなったら絶対に突っ張れてくれって言われて、それで。だから大阪工業系の組員たちがこのビルを警備していたわけね。なんで逃げようとしたんだ。ペアンテはパクさんから受け取ってる3億を持って高飛びしようとしていた。あ、そういうこと。違う、今から大阪に行ってこの金を返しに行くつもりだったんだ。いや、きついきつい、全部無理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 。パクさんの墓前に手合わせてもねえからな。よく言うぜ、パクさんと交わした契約を破棄して勝也に乗り換えようとしたのはあんたの方が。だからもう乗り換えてるよな。だからそれも違うんだって。俺はカッちゃんの指示に従っただけなんだよ。パクさんとは全部話がついてるって言うからさ。え、本当に。一体何の話だ。死んだパクさんが勝也とどんな話をしたって言うんだ。繋がってるわけないよな。繋がってんの。ごまかすのも大概にしろよ。ごまかしてなんかないよ。カッちゃんが言うんだから間違いない。実は死んでないみたいな。違うか。カッちゃんとパクさんはこの20年間ずっと互いに支え合ってやってきた仲なんだよ。誰が何と言おうとカッちゃんがパクさんを裏切るようなことはするはずないって。仲いいの実は。は、どういうこと。どういうこと。カツヤとパクさんが繋がってるだと。お、お、そうだよ。俺はカッちゃんの元マネージャーで、あいつらがこの町でスター目指して頑張ってた頃からの知り合いだ。パクさんもカッちゃんも夢半ば表舞台から去り裏方に移ったけど、以来ずっとあの二人は親友のはずだよ。あ、なんかでもなんか目が嘘ついてない感じするな。たまたまか、そう見えるだけか。俺であまり人を信用、あれか、見る目ないからな。これは、ええ、20年前一度だけ撮った写真だ。二人の後ろに写ってるのが当時パクさんが付き合っていた男だ。真島の兄さんっぽいの写ってんな。確か真島とかいう名前だったっけかな。ちょうどその写真を撮った直後、かっちゃんが撮影中にスタントで大怪我しちゃってね。かっちゃんは引退を余儀なくされた。そのピンチを救ったのもパクさんとその真島という男だよ。真島の兄さんが、どういうこと。真島さんが、ええ、アクション俳優だったかっちゃんがこの業界で生きていくには裏方に回るしかなかった。そうだな。だが競合をひしめく東京で事務所を立ち上げるなんてことは容易にできない。それで当時芸能系事務所が少なかった大阪に渡り、現地の極道連中と話し合い、大阪芸能の立ち上げを世話したのがその眼帯の男だよ。兄さん。その後真島とパクさんは別れてしまった。結局パクさんもカッちゃん同様大阪に渡り芸能事務所を立ち上げた。だがそれも全部あの頃の夢、お互いがスターになるという夢を叶えるために手を取り合って頑張っていくためだったんだ。マジな話な。なんかマジっぽいな。確かダイナチアと大阪芸能は犬猿の仲だと聞いていたが。それは表向きにはね。そういう売り出し方ってことか。そうやってライバル関係ってことを業界内にすり込んで話題作りをしていただけだよ。あ、なるほどね。それは確かにありそうだな。いや、確か何年か前にパクさんところのアイドル2人組が大阪芸能に移籍したんだよ、ね、T セットか。 T セットの話か。そうそう、あれもさ、パクさんがかっちゃんに頼んだのよ。え、あの T セットの2人ってのは強烈なライバルがいないと飲みない。だからあえて大阪芸能に移籍させてダイナチアが育てたこと対決させて育てたいって。どんだけ先見の目あるの。パクさんが考えそうな作戦だよね。となるとパクさん、それに勝也、さらには真島さんまでが知り合いだったってことか。知り合いどころじゃないよ。真島って男もパクさんとは連絡を取り合ってないみたいだが、かっちゃんとは今も頻繁に連絡取ってるみたいだよ。え、かっちゃん東京に来るたびに真島さんのとこを訪ねてたみたいだから。で殺されたの。なんだって。それじゃあ真島さんと勝也は。どういうことこれ。うん、今も知り合いっていうかかなり親友に近い関係なんじゃないかな。なんてことだ。それじゃあ勝也がコンサートを中止させたがってるってのは他に何か理由が。中止、え、なに、
延期じゃないの？だよな、延期だよな、普通考えたらな、うん、だって俺はかっちゃんに明後日のコンサートを1日後ろにずらしてほしいとしか言われてない。あ、やっぱそうなのか。なんか明後日じゃ新曲の振り付けが間に合わないから、1日ででかいけどね、チケットとかあるから。あの勝也って男、何一体何を考えてる、何しようとしてるん勝也。